にちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました「気になる油そば屋さんに油そばを食べに来よう」のコーナーでございます。というわけで今日は新宿歌舞伎町にあります油そば屋さんビーストさんにお邪魔しております。一緒に来てくれたのはこいつはわさびあけおです。今やってること言ってるだけじゃん。毎回いいんだよ、普通に竹中で。竹中知らないんだからそもそもわさびあけおって生まれちゃうよ。このお店が竹ちゃん、ご覧のようにほらローストビーフがガンガン乗ってるメニューがあるということで、私は今日はトッピングを全部いきたいと思います。竹中さんはローストビーフキング盛り店員さんびっくりしてますキング来ました。私のクリームビーストのトッピング全盛りですまあ麺がもう見えないよね。だから油そばなんですかこれわかんないです。アボカドもあってチーズクリーム、チーズマヨ、パクチー、今流行りのパクチーで辛玉、竹中さんのですよ、はい、ちょっともうミスすいませんけど、ちょっとすごいことになってますね。これ竹ちゃんのチャンネルでチェックしてみてください。これもういきなり割っちゃうしかないもんね、温玉はねそう言っても油そばだから麺をすすってみましょうかね。いただきます。カルボナーラだねこれ。めちゃくちゃ美味しいんだけど、濃厚クリーミー。パスタのカルボナーラよりも油感がある分余計中毒性高いではローストビーフも一緒に食べてみたいと思います。柔らかいね。噛み切れなくてずっと噛んじゃうやつってよくあるじゃん、ローストビーフで。それじゃなくちゃんと油そばとの相性もいいのかもしれない。ではパクチー、これ珍しいですもんねトッピングとしては。なるほど、これまた1個の清涼感としていいですね。油っこさでは終わらせないっていう、やっぱ役目を果たしてます。一回もう全部これ混ぜて全部をつかみつついただきます。あ、すいません、空振りのイメージがうますぎて寝ちゃいましたちょっと空振り馬ね、もうちょっと俺の先行かないでくださいね僕はもうここまで来ると何食ってんだか分かんないような何の具材が今入ってんだろうって分かんない感じになっちゃうんですけど、これがうまいのよ、うん、だいぶ食べ進めてきたんですけど、ちょっと忘れてまして、トッピング全盛りの割にテーブルトッピングし忘れましたね。わさびと玉ねぎがありますから、うまそううまそう。わさびはいポンと、ラー油もいきましょうか。はい、これで完全なオールトッピングになりますね。だいぶ後半ですけど、いただきます。はっきりするね本当に。ここでさらにこのスープがめちゃくちゃうまくなっちゃってどうしようもうねえよ中身がって思ったでしょ皆さん。なんとこのお店も追い飯があるのです。これをこちらに入れて雑炊として食べていきましょう。なんでしょうねこの瞬間のワクワクする感じなんだろうねあ、すいません、うますぎてウィスパーになっちゃいましたこれ本当に美味しいね。完食でーす。牛丼行こうぜ早く早く食べてよ